でな、役所の方からまた声が聞こえてきた。吉尾家庭機市長の時もそうだったけどよ、長友市長になったらなんかもっとひどくなってるみたいよ。数が増えちゃって。何ですか？映画だよ、映画。なんか映画もらってさ、なんか自慢しちゃってんけどさ。ああ、裏を見れば裏ビデオ。そう、日活ポルノ、男優とか東映とかも経営不振で真似たんだよ。日活ポルノが一番だよ。調布にはちゃんと撮影場があってさ、こっから全国に回ったんだよ、全世界に。何が映画村だ。本田海一郎が怒るぞ。侍映画や真面目な映画をやるために映画村を作ったんだよ、バカ野郎。おい土方和美、事務局。ああ、理事長。吉田隆、常務理事。ちょってつくのかね。まあいいや、理事だよこいつら。あんたらさ、タイトル忘れちゃったじゃねえかよ、バカ野郎。調子映画祭です。役所の施設でポルノの上映公演など二度とやらないことを調布市民に声明せよ。小西今日も怒ってるよ、真面目に。朝鮮人は真面目だからな。韓国人も朝鮮人、韓国人も朝鮮人。エロー調子から追放するために川西京に誓約書出しなさい。市民も認めますよ、そのくらいだったら。外国人でも川西さん一生懸命やってるもん。逃げるな吉田隆、逃げるな土方和美。でもさ、あの新選組の土方の先祖じゃないでしょ。知らねえよそんなの。だって土んとこに点がないとか言ってたよ。点があってもなくても土方だよ。点がもしなかったらやらねえんじゃない。ちゃんと素直にさ、川西京とこう話し合ってさ、仲良くやればさ、川西京だってさ、だってこの奴らがやりたいって言っただけじゃないだろう。下の方がそう言ってんだよ、下の方だから。そう、下の方の映画だからさ。古田かつてはゆうちゃんの奥さんになった北原美恵のパンツ脱す場面があるんだよ。恥ずかしくないの、ゆうちゃんの奥さん。こんなのやんないでって言いなさいよ。あんたらが性の解放、フリーセックスを認めるようなこと、そう、慎太郎がやったんだよ。何やってんだ、あんたたちも責任があるぞ。太陽の季節。長門博之、俺昔若い頃さ、10代の頃、長門博之似てるって言われちゃったんだよ。障子におちんちんの穴開けたのは誰だい、長門博之かい、誰なんだよ。そして結婚したじゃん、南田陽子さん。その方と一緒になった日活多いよ、俳優さん同士でバンバン結婚してるよ。上司からエロをなくせ、子供の教育に悪いぞ。おい、調布市は教育映画を上映する。おい、そこの調布市の長友暴力差別無視無言姿勢エロ化でここまで落ちたぞ。おい長友、やめさせろ。あんたも好きね、長友さん。川西さんにどんどん言われるよ。ちゃんと言いなさいよ。川西さんのおかげで、当選したんでしょ。吉尾克樹やられちゃった。あんまり川西京をいじめるから。おい長友さん、今度はあんたの番だよ。次に市長になる方、この二人がやれなかったことをちゃんと川西さんと仲良くやりなさい。そうしないとやられるよ。おい
吉田隆史、川西京がさ、ほら、辻ヶ丘駅の北口に全財産投げ出して、この辻ヶ丘発展、金子発展祭のために尽くす。そして、皆さん、神代寺を建てなさいっていうために、ちっちゃなおもちゃみたいな金子寺を建てて、を見に来たら、個人はこんだけしかできないのって川西さんが言って、さあみんな、神代寺を、そう、神代寺、歴史、神代寺城、金子団城。この町を作ったトップは金子十郎家忠だ。あら、この歌の歌手、金子十郎さんって言うじゃない。そう、川西京さんがね、もう一つ芸名を作って、金子十郎を有名にするためにやってるんだよ。自分の名前使わないで。わかったか。調布市に勤めてるんだったら、調布の町の勉強ぐらいちゃんとしろ。調布市の歴史も知らねえで、給料だけもらって、ただ仕事して、私たちは市のやってることに逆らっちゃいけないんだってんの。バカ野郎、悪いことはちゃんと言ってもいいんだよ。市で決めたことに従うけど、ちゃんと、いい悪いは言ってもいいんだよ。言っちゃいけないんだったら全部、側近や市長だけの独裁政治の役所になっちゃうんじゃねえか。だから役所バカになるってみんなに言われるんだよ。いくら役所に勤めても悪いことはちゃんと悪いって言わなくちゃ、みんなでちゃんと相談するようになってんだけど、出世してからみんなそうやらねえんだよ。はーい、その映画のことで女の子で何もこれはなんかすごい映画です、いいですって言った靴がいるけどさ、役所の女の子はほとんど全部違うよ。その人外部から来てる仕事をしてる女の子だった。ああ、安心した、役所の子はそんなこと言わないよ。おい辻川田克美、おい吉田隆、さっさと司法新聞に書いてもらえ。長友に、一切太陽の季節狂った果実、セーラー服と機関銃、鍵採用一のあのポルノの前身、日本の最初の映画愛のコリーダ公演、こんなものは全部やりません。川西京さんだってこれだけ歴史を知ってるのに、一度も公演開いてもらってないし、ああ歌もいっぱい作ってるよ。千賀温度だって川西京さんだよ。東邦学院の先生だって作れなかったって言うんだから。わかったか。はい、これからは一切文化会館田作りやグリーンホールなど調布の役所姿勢では、いや役所の施設では一切やらせません。私たちは女性団体です。性の解放とんでもないです。大和なでしこで結婚しましょう。バージンはバージンロードを歩きましょう。バージンでない方はババージンロードを歩きましょう。川西さんが訴えてる CD のことでした。ただいまの団体名、個人名、すべて地域名、役所名、みんなフィクションでございます。こんな悪いとこはありません。ありませんじゃない、ありません。あ、これはどっか知らない調子、いやごめんなさい、そこの調子もありません。全国の調子ではありません。川西京さんだけが言ってるフィクションです。さよなら、さよなら、また笑顔お楽しみください。